どうも、皆さん、こんにちは。釈迦です。本日はですね、こちらの SBI 銀行のプラチナデビットカードありますよね。先日ね、こちらの動画で紹介させていただいた通り、バイル端末保険っていう保険がついてるんですよね。先日そちらを使って実際ね、どんな感じで利用できたのかっていうね、お話をさせていただいたと思うんですけども、年会費はね、1万1000円かかるわけなんですけども、まあ、モバイル端末保証が年間ね、10万円ついていたりですね、またね、こちらはご自身だけではなくて家族のね、方でも利用することができて、対象のね、製品が、まあ、スマートフォンだけではなくて PC とかね、この通信ができるものがこのね、モバイル端末保証に保証が入っているっていう風になりますんで、非常にいいですよね。まあ年会費1万1000円かかるんですけども、プライオリティパスもね、年間3回使えたりいたしますので、まあお勧めさせていただいてるんですけども、こちらのカードにはですね、1年間3ギガ15日のですね、海外のデータ通信もついているっていう風になるんですよね。こちらね、今回の動画では実際にね、使ってきましたので、こちらの内容をね、まとめていきたいなと思いますので、気になる方、ぜひね、最後までご覧いただければなと思います。それではまずですね、こちらね、SBI 銀行のプラチナデビットのね、公式サイトになるわけなんですけども、こちらですね、先ほど言った旅行保険、モバイル端末保険がついていたり、空港ラウンジ、こちらはプライオリティパスね、3回ですね。で、この Wi-Fi っていうやつですね、今回ね、利用させていただいたのは、このね、SBI プラチナデビットはこのね、旅行保険もね、自動付帯でついているっていう風になりますんで、こちらね、年会費1万1000円かかるわけなんですけども、審査もね、なく利用することができるっていう風になりますんで、特典がね、かなり多めに付帯しておりますんで、自信を持ってね、お勧めすることができるデビットカードっていう風になるんですよね。で、今回ですね、こちらの Wi-Fi サービスをね、紹介していきたいなと思うんですけども、こちらですね、グローバルデータローミングバイフレキシローアムっていう、ちょっと読み方はわかんないですけども、約150の国で1年間に1回3ギガ15日を上限にインターネット接続をご利用いただけますということで、こちらが利用することができるんですよね。まあそれ以外にも、まあプライオリティパス先ほど言いましたけども、年間3回まで利用することができたり、またね、ダイニングバイ招待日より利用することができるんですよね。約250店舗でね、利用することができますので、こういったね、レストラン特典を利用されたいって方も非常におすすめです。で、こちらね、詳細見ていただくと、グローバルデータローミング by フレキシメロローミングってちょっと読み方がわかんないんですけども、約150の国で1年間に3ギガ、15日を上限にインターネット接続をいただけますということで、1年間のカウントは1月1日から12月31日の期間で1年間っていうふうになります。で、こちらはね、ご利用開始の手続きについてということで、このね、フレキシロームアプリっていうね、このアプリをダウンロードしていただいて、手順に沿ってね、利用していただくっていう風になりまして、まあ、今回ね、実際私利用させていただきましたけども、インターネット上で全て完結しますので、非常に簡単にね、利用することができるっていう風になります。まあ、注意事項としては、スマートフォンのSIMロック解除だけね、必要になりますんで、この点だけ注意しておいていただければという感じですね。それではですね、ちょっとね、こちらの画面に戻って、実際のね、利用方法をね、見ていきたいなと思うんですけども、まずね、アプリをね、ダウンロードする必要がございまして、このアプリですね、この、フレキシローム X っていうね、まあ今通知が7個来てますけども、このアプリをね、ダウンロードしていただきます。で、まずですね、一番最初利用していただくときはですね、まずね、利用開始の手続きをしなきゃいけないですので、まあそちらからね、やっていきたいなと思います。それではまずですね、こちらのアプリをダウンロードね、していただきます。で、ダウンロードしていただくとですね、ダウンロードしていただいて開いていただくとね、ちょっとこれに画面出しておきますけども、まずね、通知設定がいいですかみたいなのが来ますんで、まあこれはね、お好きにしていただいて、入るとですね、サインアップはログイン、コンティニューじゃゲストっていうのはね、出てくると思いますので、まずね、登録ログインを押していただきます。で、そうするとね、モバイルナンバーとか、E メールとかね、アップルでサインインとかね、いろいろ出てくると思いますので、私はね、めんどくさいので、Apple ID でね、そのままログインさせていただきました。まあ、ここはね、お好みになると思いますけども、まあ、iPhone の方はですね、Apple ID でそのままログインできればね、簡単なので、それがいいのではないのかなと思います。で、そうするとですね、どこから来たのですかみたいなね、まあ、こういった質問が流れて、これをジャパンでね、設定していただくと、こういった感じで、アプリがね、開いて、スターターパックはありません。ローミング3にはスターターパックを入手ということで、
まずですね、真ん中の方に、ね、あると思うんですけども、マスターカードの特典、無料 eSIM データプラン、追加プラン購入は 15% 割引っていうのがね、あると思います。で、今回のね、この SBI スマホデビットもこのマスターカードのね、ブランドっていう風になりますんで、このね、特典を利用するっていうのをクリックしていただきます。そうするとですね、マスターカードの特典、無料 eSIM データプラン、追加購入プランは 15% オフっていうね、画面になると思いますので、このね、マスターカードの無料 eSIM っていうのが今回のね、SBI 銀行のプラチナデビットの特典っていう風になりますんで、こちらにね、カード番号を入れていただきます。で、このね、SBI プラチナデビットカードね、まあ持ってる方はわかると思うんですけども、こちらね、表にも裏にもですね、番号書いてないんですよね。ですので、SBI 銀行のね、アプリから番号を確認していただいて、こちらにね、入力していただきます。で、下の方にね、プライバシーポリシーの同意がございますので、そちらまでチェック入れて、次のページに行きます。そうするとですね、おめでとうございます。本特典ご利用いただきます。無料 eSIM 3ギガ、グローバルプラン、有効期限15日を獲得ということで、これでプランの購入が済んだっていうふうになります。まあ、こちらね、書いてある通り無料で利用することができて、XeSIM フリーっていうのはね、記載あると思いますけども、こちらが利用することができます。で、この画面になりましたらですね、そのままね、クリックしていただいて、次のページまで行ってください。これね、なんていうんですか、いつから使うかっていうのがね、わかりづらいと思うんですけども、この時点ではまだね、プラン獲得しただけで、利用開始15日のね、スタートになっておりませんので、こちらはね、そのまま次のページまで行ってください。このページにね、即時有効とか書いてあるんでね、クリックしたらやばそうな感じがね、しますけども、まだね、プラン開始になりませんので、この点を安心してください。そうしましたらですね、下にね、続行っていうのがね、出てくると思いますので、この続行をね、クリックしてください。まあそうするとですね、eSIM の00ドルっていうのがね、出てくると思いますので、まあこちらでね、特典引き換えを確定をしてください。ここも確定して、大丈夫です。まだプラン開始にはなりません。で、そうすると、引き換えが成功しました。3ギガグローバルプラン有効期限15日アカウントに追加されました。次にスマートフォンロック解除して eSIM を受け取りますということで、こちらね、先ほど言った通り eSIM をね、受け取るためにはですね、スマートフォンの SIM ロック解除をね、されている必要がございますので、この点だけ注意してください。まあ、そのままね、SIM ロック解除されている方は、続行してください。そうすると次のステップということで、SIM ロック解除がね、表示されていると思いますので、SIM ロック解除して次のページにね、行っていただきます。そうするとですね、SIM ロック解除方法はね、出ているっていう風になりますんで、もし SIM ロックね、されている方は、こちらでね、解除してください。で、それをね、終了すると、引き換えを確認するということで、こちらのページに行きます。そうすると、引き換えを確認するっていうね、バナーが出ますので、注文確定後、eSIM とアカウントを自動リンク付けされますということで、こちらで確認をしてください。で、そうなるとですね、次のページで、ウェルカムは名前みたいな感じで記載がね、されておりますよね。で、こちらをね、バツ印を押していただくとですね、ページになると思いますので、フリーマスターカード3ギガ15日データプラン、利用開始前、利用期限が2024年12月31日っていうのはね、出てると思います。で、こちらでね、今、このデータのプランを手元にある状態で、まだスタートしてない状態っていう風になりますんで、この状態で、海外に行っていただいて、データプランをね、開始いただく。もしくは、日本で飛行機に乗る前に、こちらのデータプランをね、開始していただく。まあ、これはね、どのタイミングでもいいんですけども、ひとまずこのページもですね、ネットに繋がってないと開始ができないっていう風になりますんで、まあ、こちらね、海外に行って、その先のね、無料 Wi-Fi とかね、すぐ接続できる環境があればね、いいんですけども、まあ、それがね、不安な方は、まあ、国内でね、やっといた方が、まあ、安心かなっていうところですかね。でですね、この保有プラン確認っていうところを押していただくと、次のページになりまして、プラン開始っていうのがクリックすることができるっていうふうになります。このプラン開始を押したらですね、この15日のスタートが開始になるっていうふうになりますんで、まあこういった感じでね、利用していただければ、OK っていうふうになります。で、この後のね、利用方法なんですけども、eSIM をね、利用開始にしたらですね、このモバイルデータ通信、これは iPhone の画面になりますけども、こちらをね、入れていただいて、まあ今ね、私オンにしておりますんで、オンでね、利用させていただいてるんですけども、この、私はね、今旅行っていう名前をつけて、利用させていただいてるんですが、こちらをね、オンにしていただいて、下の方にね、データローミングっていうのがありますんで、これをね、オンにしていただいて、
海外に着いた際にですね、機内モードで、ね、オフにしていただければ、こちらね、自動で通信が開始になるっていう風になります。私ね、ニューヨークとこのスペイン、マドリード、両方利用させていただきましたけども、到着してね、回線オンにするっていうのがあると思いますけども、このオンにしたらですね、自動でね、利用することがね、こっちの現地のね、データ通信、勝手に拾って利用することができるっていう風になりますんで、まあ、こういった感じで非常に簡単にね、利用することができるっていう風になりますんで、今後ね、利用される方はぜひね、参考にしていただければなと思います。それでは次にですね、実際ね、通信の速度どんな感じなんだっていう話なんですけども、まずね、ニューヨークでテストで、ね、した時は、こういった形の上で結果になりました。ダウンロードが392、メガバイトですね。で、アップロードが47メガバイトということで、まあ普通にね、まあ観光で使うっていう分に関してはですね、基本的に Google マップとか何か調べ物とかね、まあそんな形でしかね、利用しないと思いますんで、まあ十分かなっていうところですかね。これがニューヨークでね、使った結果になります。で、次にね、こちらがスペイン、マドリードで使ったね、結果なんですけども、ダウンロードが42メガバイトで、アップロードが13メガバイトということで、まあこちらに関してもですね、基本的にね、まあ Google マップとかね、まあそういった調べ物するにはね、十分なスピードね、出ているのではないのかなと思います。はい、ということで今回ですね、こういった感じでね、私、SBI 銀行プラチナデビットの Wi-Fi サービス、まあデータ通信サービスですね、eSIM ね、15日間3ギガね、利用することができるっていう風になりますんで、実際ね、利用した結果を、お話ね、させていただいたわけなんですけども、私がね、ニューヨーク、このスペインのマドリードね、両方利用させていただきましたけども、まあ、特にね、通信が遅いとかね、そういったこともございませんでしたし、非常に簡単にね、利用することができるっていう風になりますんで、SBI 銀行プラチナデビットカードね、保有されている方は、ぜひね、利用していただければなと思います。かなりね、マニアックな内容になってしまったと思うんですけども、モバイル通信保険で保有されている方がね、ほとんどだと思いますけども、プライオリティパスもついていて、招待日和もついていて、海外旅行保険は自動付帯で、で、またね、eSIM もね、15日間3ギガで利用することができるっていう風になりますんで、まあ、これはね、使わない手はないかな、なんていう風に思いますので、ぜひね、活用していただければなと思います。いやね、今回初めてね、利用させていただいて、ちょっとね、どんな感じで使えるかね、非常に心配だったんですけども、全然問題なくね、使えるっていう風になりますのと、この15日間っていうね、期間もね、結構長くてね、私たまたま前回のね、エアバス350で、ニューヨークに行った時にこちらね、利用開始にして、このね、スペイン、マドリードに今いるんですけども、まあこちらでもね、まあちょっと最後の方はね、利用することできないんですけど、15日間のね、期限来ちゃいますんで。ですけども、まあちょっとね、空港から、まあ数日ね、利用することができてるっていう風になりますんで、非常にね、ありがたかったですね。ぜひ保有されている方は、利用ね、してみていただければなと思います。ということで、今回の動画はね、こんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログ、ツイッター、インスタグラム、LINE 公式アカウント、最近ね、LINE 公式アカウントで、プライオリティパスのおすすめがわかる PP 診断、またマイル診断、ポイントサイト診断。で、最近ですね、力を入れて作らせていただきました、マイルクレカ診断、総合版ね、利用できるようになりましたので、ぜひね、こちらから無料で利用することできますんでね、ぜひチェックしていただければなと思います。ということで、今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ!